第二次ウィーン包囲は1683年に行われたオスマン帝国による最後の大規模なヨーロッパ進撃作戦である。オスマン軍はオーストリアの首都にして神聖ローマ皇帝の居城であるウィーンを大軍を持って攻撃したが、拙速な作戦により包囲戦を長期化させ、最後は反オスマン帝国を掲げて結集した中央ヨーロッパ諸国連合軍によって、 包囲を打ち破られるという惨憺たる敗北に終わり、この包囲戦を契機に、オーストリア、ポーランド、ベネツヤ、ロシアらからなる新生同盟とオスマン帝国は16年間に、渡る、長い大トルコ戦争に突入した。その結果、歴史上初めて、オスマン帝国がヨーロッパ諸国に大規模な領土の活用を行った、条約として知られる1699年の、 カルロビッツ条約締結に至った。オスマン帝国は、10このような帝国の危機的状況の中、1656年に帝国の最高失政者である、大宰相に就任したキョプルリュルメフメトパシャ、息子で後継の大宰相となったキョプルリュルアフメトパシャの二人は、国政の回復に努め、ベネツィア、オーストリア、ポーランドなどの諸国に、次々に勝利して、東ヨーロッパにおいて、 オスマン帝国史上最大の半島を実現していった。1676年、キョプリル,ル・アフメト・パシャの病死により、大宰相に就任したカラム・スタファ・パシャは、キョプリル,ル・メフメト・パシャの婿であり、キョプルル家の改革政治を引き継いで、拡大政策を推し進めた。時の君主である、メフメト4世は、エディルネの宮殿にこもって狩りを趣味とするばかりで政治に、対する関心も実験もなく、 オスマン帝国の全権は、極リュル改革の遺産を引き継いだ強力な大宰相の手に握られていた。一方、16世紀の第一次ウィーン包囲の時代において、ヨーロッパにおけるオスマン帝国の最大の敵手であったハプスブルク家のオーストリアは30年戦争を経て、かつての強情を失った。当時のオーストリアにとって、西方での宿敵は、フランスのルイ十四世であったが、 フランスはオーストリアがオスマン帝国と戦うことでハプスブルク家を弱体化させることを狙っていた。このためオスマン帝国とオーストリアとの戦いにおいて西からオーストリアを牽制することによってオスマン帝国に間接的な支援を与えていた。戦場となったのはハンガリー・トランシルバニアで1664年にオスマン帝国がハンガリーへ侵攻してきた時は オーストリアの将軍ライモンド・モンテク・コリが、ザンクト・ゴット・ハールドの戦いで、オスマン帝国軍に勝利した。しかし、フランスの脅威からオーストリアは反撃へ動けず、バシュバールの和訳で20年の休戦、オスマン帝国の区靴のトランシルバニア公、アパフィミハー一世を承認、毎年のオスマン帝国への贈与金など、ハプスブルク家に不利な内容を締結した。これが、 ハンガリー・とランシルバニアの親ハプスブルカ派貴族の反発を招き、1670年の別紙令に陰謀の敵発と弾圧、1678年のテケリイムレの放棄につながった。神聖ローマ皇帝レオポルト一世は事態を重く見て、ハンガリーに対する弾圧を中止、1681年に絶対主義政策を撤回して貴族の融和に努めたが、テケリは ゲリラ活動を続けた。第二次ウィーン法維持のオスマン側の残豪とハプスブルク家の本拠地であるホーフブルク宮殿とウィーン市六1683年、ハプスブルク家領の北西ハンガリーでテケリラ、ハンガリー人による反乱が起こり、反乱者たちはオスマン帝国に対して支援を要請した。これを スレーマン一世の第一次ウィーン法院以来150年ぶりのオーストリア占領の後期と考えたカラムスタファは15万からなる大軍を率いてハンガリーからオーストリアに侵入、ウィーンに迫った。新生ローマ皇帝レオポルト一世は7月7日にリュディガーフォン・シュターレンベルクに守備を任せてウィーンを脱出、パッサウに逃れ、イスラム教徒からヨーロッパを防衛するよう訴えて、 キリスト教徒の諸公に支援を要請した。これに、当時オスマン帝国ッポジーリアをめぐって争っていた、ポーランド国王ヤン三世が答え、ヤン三世は、ポーランドとドイツ諸領法からなる、連合軍を率いて自らウィーンの救援に向かった。ロレーヌ公シャルル5世、バイエルン先帝公、マクシミリアン2世、ザクセン先帝公、ヨハンゲオルク3世、バーデン編教博。 ルートビヒビルヘルム、バルデック港、ゲオルクフリードリヒラも救援軍に合流した。オスマン軍は13日にウィーンに到達し完全に包囲、町の西部から城壁の突破を図って攻撃を仕掛けた。しかし、最新の追記法で要塞化されて第一次包囲の時代より遥かに堅固になったウィーン氏の防備を破ることができず、工場戦は長期化した。 遠方から進軍し一方、防衛側のウィーン守備軍は、指揮が盛んでたびたび要産。9月12日、ポーランド・オーストリア・ドイツ諸公の連合軍が、ウィーン郊外に到着、ウィーンとその周辺を見下ろすようにして、ウィーン市西の丘陵上に展開した。連合軍は右翼に、ヤン三世率いるポーランド軍3万と、左翼に、オーストリア軍及び、 ドイツ諸行の連合軍4万を配置し、オスマン軍と対峙した。この日までに、オスマン軍はウィーンの防衛戦に突破口を開きつつあったが、ウィーン守備軍の必死の抵抗によりウィーンは過労じて、守られていた。オスマン軍は、数の上でも依然として、ウィーン守備軍と連合軍の合計を上回っていたが、長引く、包囲戦により気は低下しており、装備も旧式で不十分であった。 またクリミア・タタール軍など、オスマン軍の一部は、強権的なカラムスタファに反発しており、大宰相に対して、非協力的ですらあった。偵察を放って、オスマン軍の情報を探っていた、ヤン三世は、このような情報を、連合軍による攻撃の開始は、翌9月13日が予定されていたが、ヤン三世は到着した9月12日の夕刻に、連合軍に総攻撃を命じた。 警察によって、カラムスタファの本営の位置を正確に把握していた、ポーランドリトアニア共和国軍精鋭の、有翼重装機兵、フサリアの3000機は、オスマン軍陣地の中央突破を観光しこれを分断。そのまま、ムスタファの本営まで、まっすぐ突撃し大混乱に陥れた。わずか1時間ほど続いた戦闘によって、オスマン軍は、包囲陣を寸断され、チリジリになって改装した。 夕暮れで暗くなったために追撃は早々に打ち切られ、カラムスタファは無事に逃げ延びることができたが、戦闘はオスマン軍の惨憺たる敗北に終わった。ヤン三世はガイウスユリウスカイサルの言葉に習い、ウィーンのソビエスキカラムスタファはベオグラードに逃れ、敗軍を立て直し連合軍に対する反撃を準備していた。しかし、帝国の宮廷では、 カラムスタファの強権的な失勢に不満を持っていた、聖敵たちの作動が功を奏し、ベオグラードにはメフメと四世の名をもって、カラムスタファの処刑を命ずる直令が届けられ、12月25日に処刑された。連合軍の側では、ローマ教皇インノケンティウス11世が、トルコ人に対する同盟結成の呼びかけを行い、オーストリア、ポーランドにベネツィア共和国を加えて、 新生同盟が結成された。新生同盟は引き続き、オスマン帝国の支配下にあった東ヨーロッパの各地に、侵攻、大トルコ戦争が勃発した。一方のオスマン帝国では、カラムスタファの軽視後は政府内に指導者を書き、混迷するオスマン軍は、連合軍の前になすすべなく、連敗を重ねた。帝国はオーストリアに、ハンガリー、トランシルバニアを、ポーランドに、 ポドリアをベネツィアにモレア戦争でモレア半島を奪われ植民地モレア王国が成立アドリア海沿岸の諸都市を奪われさらに1686年にはロシアが新生同盟に加わってクリミアアゾフに侵攻を開始したオスマン帝国の勢力は東方に大幅に1689年に再び極リュリュケから投用された 大宰相キョプリュムスタファパシャ率いる反抗によって、オスマン帝国は戦況を、ある程度挽回するが、ムスタファパシャは1691年に戦死し、対局を覆すに至らなかった。戦争は長期化するにつれて、大同盟戦争の勃発による、遠征軍引き抜きや新生同盟間の不和が表面化、して戦線が、硬着化するが、16年間にわたって続き、 1697年の全他の戦いが新生同盟の決定的な大勝利となり、交渉が進展。1699年にカルロビッツ条約が結ばれてようやく終結する。カルロビッツ条約でオスマン帝国はベオグラード周辺を除くハンガリー王国の大部分をオーストリアにアドリア海沿岸の一部をベネツアにポドリアをポーランドに割上することを認めた。 翌年には、ロシアと個別の講和を結んで、アゾフの割動を認めている。第二次委員法医は、16世紀後半以来徐々にでは、あるが衰退していた、オスマン帝国のヨーロッパにおける軍事的優位を決定的に崩す事件となった。第二次委員法医が、オスマン帝国の衰退を決定づけたと見る評価が、オスマン帝国史の叙述においては、通説となっている。また、 第二次ウィーン包囲からカルロビッツ条約に至る16年間の戦争によってオスマン帝国の半島はバルカン半島及び東ヨーロッパにおいて大幅に交代しオーストリアとロシアがこの方面における覇権を握るきっかけを作った。精神的義としては100年前のレパントの改善に続いてヨーロッパ諸国がオスマン帝国に対して抱いてきた脅威を打ち崩す戦闘であった。 バルカン諸国史の叙述においては、オスマン帝国のバルカン支配を抑圧であるとみなし、この方位が解放と後の民族自立への第一歩となった事件という評価を下している。文化的な意義としては、クロワスさんはこの戦争の勝利を記念して、トルコ国旗の衣装である三日月をかたどったものという説がある。またウィーンでコーヒー文化が広まったのは、ウィーン市民が改装した。 オスマン軍の陣営から打ち捨てられたコーヒー豆を見つけ、これをポーランドリトアニア共和国軍の家事、フランチシェク・クルチツキが払い下げを受け軍を退役。1686年にウィーンでカフェ、青いボトルの下の家を開いたのが始まりである。ベーグルはウィーンのユダヤ人、パン店主ンたちがヤン三世へ感謝の印に、馬の あぶみの形をした、このパンを献上したのが始まりであるといった言い伝えがある。これらはこの戦いがヨーロッパの人々のオスマン帝国に対する印象を変えた象徴であったことをよく示している。なお、この包囲戦について、ルイ14世は親オスマン派だったため救援を送らなかったが、キリスト教徒防衛のため自発的に参加するフランス貴族もいた。その中に、 プリンツオイゲンも含まれていて、いとこにあたるルートビヒビルヘルムのもとで従軍して、琉球兵隊長に任命され、やがて、オーストリアを代表する名称へと成長していった。長谷川、P286P289、パーマー、P21P26、マッケー、P13P16。長谷川、P289P292、パーマー、 P26P29、九、友きよ、P80、マッケー、P1P2。長谷川、P293P295、パーマー、P29P48、八、友きよ、P81P84、マッケー、P17P28、P41P53。P P ジースタイン、パリ・フランス・ミスズ・書房、ボ九1977年、P61。 カラムステファパシャ、ありがとうございます。